佐賀と韓国ソウルを結ぶ国際便の就航10周年を記念して佐賀空港で式典が開かれました。どうぞ県民の協力、大きな拍手をお願いいたします。この式典は T-WAY 航空の佐賀空港と韓国のインチョン国際空港を結ぶ便が就航してから10周年になるのを記念して開かれました。T-WAY 航空が飛んでいるものが佐賀の日常の風景だと思っています。この路線を地域の皆様と一緒に大切に育てて、さらに発展をさせていく、そのことが地域の未来にもつながると思っております。また今日は便の利用者に記念品が贈られました。국내선보다시간이짧게걸리는것같아서그냥금방온느낌이들었어요。本当に便利で良かったでした。佐賀 の、 あの古湯と福岡に行きます、はい、佐賀ソウル便は運航を再開した9月以降およそ1万人が利用していて、来年1月からは毎日運航する予定です。